パイレーツとマイナー契約を結んでいるドミンゴ・ヘルマン投手31が球団との契約を破棄し、退団したと17日、日本時間18日、パグンの地元紙ピッツバーグ・ポスト・ガゼットが報じた。ドミニカ共和国出身のヘルマンは、昨年6月のアスレチックス戦で史上24人目の完全試合を達成。 野軍では99年7月のデイビッド・コーン以来24年ぶり4人目の快挙で、100球未満での完封マダックス、での偉業となった。ただ、19年に18勝しながら、9月に家庭内暴力で81試合の出場停止処分を課され、20年シーズンを棒に振るなど私生活でたびたびトラブルを起こし、 20年7月には SNS で引退を示唆したこともある。昨年も8月に泥酔状態でクラブハウスで大暴れ、その後、アルコール依存症の治療のため制限リスト入りし、シーズンが終わり、FA となった。今季はパイレーツと1年150万ドル、約2億2000万円、でマイナー契約を結んだ。 マイナーでは11試合に登板し4勝4敗。防御率5、13。ベジャーでの登板は一度もなかった。